ルドフィクス・ヤコブ・マリア・ファンミルは、オランダ、北ブラバント州オス出身の元プロ野球選手。NPB での登録名は、全知史と生をつなげた、ファンミル。日本プロ野球史上最高身長及び初の、オランダ本国出身の選手。なお、NPB 初のオランダ、国籍の選手は、オランダ自治領キュラソー島出身のヘンスリー・ミューレンスが、初。2005年までは、 オランダの夫婦とクラッセでプレーしていた。ニューブリテンロックキャッツ時代2005年7月7日に、ミネソタツインズと7年契約を結ぶ。2006年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグツインズで10試合登板し、1勝2敗、防御率3.30、24奪三振を記録した。2007年は、ルーキー級、エリザベストンツインズで13試合に登板し、2勝2敗、 防御率2.63、23奪三振を記録した。2008年は A 級ベロイトスナッパーズで開幕を迎えた。シーズン途中の8月には北京オリンピックの野球オランダ代表に選出された。シーズンでは28試合に登板にし、2勝2敗、防御率2.63、23奪三振を記録した。2009年は a 級フォートマイヤーズミラクルで開幕を迎え、25試合に、登板。0勝0敗5セーブ、防御率2.86、23奪三振を記録し、8月13日に、a 級ニューブリテンロックキャッツへ昇格。8試合に登板し、1勝1敗1セーブ、防御率2.45、5奪三振を記録した。 オフの11月20日にマイナー契約で再契約した。2010年3月14日に AA 級ニューブリテンへ移動したが、5月11日に A 級フォートマイヤーズへ降格した。A プラス級で3試合に登板後、5月17日に AA 級ニューブリテンへ昇格。23試合に登板し、1勝2敗、防御率6.37と結果を残せず、 8月27日に、ディエフェとなった。2010年9月1日に、ブライアン・フエンテスとの交換トレードで、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムに移籍し、9月2日に、AA 級アーカンソートラベラーズへ配属された。1試合の登板に終わった。2011年3月15日に、AA 級アーカンソーへ移動。4月3日に7日間の故障者リストに登録された。 4月28日に7日間の故障者リストから復帰し、この年は30試合登板。3勝5敗、防御率2.04、46奪三振を記録した。オフの11月17日に、トリプル A 級ソルトレークビーズへ昇格した。2012年は、トリプル A 級ソルトレークで8試合に登板し、1勝0敗、防御率6.30。 5月三振を記録した。2012年5月5日にトレードで、クリーブランドインディアンスへ移籍し、5月6日に、トリプル A 級、コロンバスクリッパーズへ配属された。5月7日に、AA 級、アクロニアロズへ降格した。8月14日に、トリプル A 級コロンバスへ昇格。この年は、AA 級、アクロンで27試合に登板にし、1勝1敗。 防御率1.94、40奪三振を記録。トリプル A 級コロンバスでは、6試合に登板し、0勝0敗、防御率6.48、4奪三振を記録した。オフの9月に、第32回ヨーロッパ野球選手権大会の、オランダ代表に選出されている。11月2日に、FA となった。2012年12月14日にシンシナティレッズと、 マイナー契約を結んだ。12月15日に AA 級ペンサコーラブルーアフーズへ配属された。2013年開幕前の3月に開催された第3回ワールドベースボールクラシックのオランダ代表に選出された。シーズンでは開幕を AA 級ペンサコーラで迎え48試合に登板。0勝9敗8セーブ、防御率3.38。 32奪三振を記録。8月26日にトリプル A 級ルイ・ビルバッツへ昇格した。昇格後は3試合に登板し、0勝1敗、防御率6.75、2奪三振を記録した。オフの11月4日に FA となった。その後は福岡ソフトバンクホークスの周期キャンプにテスト制として参加したものの契約に至らなかった。 2014年2月に東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプにテスト生として参加した。3月3日に育成選手としての契約で同級団と合意した。当初の背番号は146だったが、3月25日に支配下登録選手へ移行し、背番号を46に変更した。9月14日の対西部戦で中継ぎでプロ初登板を果たした。 この試合では、1回を投げて、無失点だった。オフの12月2日に自由契約公示された。2015年2月17日に、グローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対、欧州代表の欧州代表に選出された。3月10日の、第一戦に5番手として登場にし、敗戦投手となっている。来日中の3月3日に、 母国オランダの夫婦とクラッセのキュラソネーネプチューンズと契約を結んだ。これにより9年振りのオランダ9回復帰となった。シーズン中の4月13日に第15回ワールドポートトーナメントと第1回 WBSC プレミア12のオランダ代表候補選手に選出された。6月30日に第15回ワールドポートトーナメントのオランダ代表に選出された。 2015年7月29日に、フルスのツインズとマイナー契約を結んだ。9月1日に、AAA 級ロチェスターレッドウィングスへ配属された。同年は、3試合に登板し、1奪三振を記録した。オフの10月12日に、第1回、WBSC プレミア12のオランダ代表候補選手36名に選出され、10月20日に、 同大会のオランダ代表選手28名に選出された。2016年4月25日に解雇された。2016年シーズン途中にネプチューンズに復帰した。7月9日に第28回ハーレムベースボールウィークのオランダ代表に選出された。オフの8月25日に第2回フランス国際野球大会のオランダ代表に選出された。 9月7日に第34回ヨーロッパ野球選手権大会のオランダ代表に選出された。両大会で優勝を果たした。10月18日に日本代表との強化試合のオランダ代表に選出された。11月にオーストラリアのウィンターリーグであるオーストラリアンベースボールリーグのアデレードバイトと契約を結んだ。日本代表との強化試合終了後に参加した。 2017年開幕前の2月7日に、同年のアメリカ遠征のオランダ代表に選出された。2月9日に第4回 WBC のオランダ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。オフの10月20日に3年連続で A ビールに参加し、バイトでプレーすることになった。2018年、シーズンオフに、ブリスベン・バンディッツと契約を結び、 4年連続で A ビールに参加することになったが、工述の事故により途中離脱。しかし驚異的な回復を見せて1月に復帰すると、プレイオフでは4回に3を投げて、防御率1.93の高記録を残した。2019年7月28日にファンミルが所属していたブリスベンは公式ツイッターで死亡事故にあったと発表した。万34歳遺没。 身長は 216cm で NPB 球団への所属経験がある選手では歴代最長身に当たる。2m を超す長身であるため高めのスリークォーターから実速 150km を超えるストレートは非常に鋭い角度を伴う。また、スライダーやチェンジアップに加えて落差はないものの小さい変化で鋭く落ちるスプリットをウィニングショットに使う。 10歳まで1964年の東京オリンピックの柔道無差別級で金メダルを獲得したアントン・ヘイシンクの主催する道場で柔道を習っていた。2018年12月8日にプライベートでハイキングに行っていた際、岩に足を滑らせて頭を強打してしまい後に脳出血14箇所の頭蓋骨骨折。 鼓膜破裂、4箇所の出血と診断される大怪我を負い、一時意識不明の重体になった。しかし翌日に意識を取り戻すと自力で下山し、偶然出くわしたハイカーによって病院に連れられたため大事には至らなかった。1月にはプレーできるまでに回復していたが、2019年7月28日、事故により死去34歳没。ありがとうございます。